バイマルは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルクビーデンコプフ軍に属す、町村である。調整の中心は、ニーダーバイマル地区にある。町域は、マールブルクの南のラーン川の谷から、西はその支流である、アルナ川やベンクバッハ川の谷にまで広がっている。この町は、自然区域上、マールブルガーラーンとール盆地 ザルツベーデダにエルンハウゼン・ミヒエル・バッハ・ボンチ及びダムス・ホイザー、クッペンに位置している。バイマルは、北はマールブルク、東はエプスドルファ・グルーント、南はフロンハウゼン、南西はローラ、西はグラーデン・バッハと境を接する。ワイマールという地名は、コゲルマン語のプリング・ウィズ・イチとココードイツ語のマールが、組み合わされたものである。あるのは、807年頃に、 初めて文献に記録されており、この町で最も古い集落である。また、ケーナ、オーバーバイマル、ニーダーバイマルが、その集落名から、町域内で最も古い集落とみなされている。オーバーバイマルのマルティン教会の創設は、聖母ニファティウス以前、600年頃のアイルランドスコットランド系修道士による、布教活動の時代とされる。近年、 ニーダーバイマル近郊の砂利採首状学長によって、新石器時代及び、ローマ帝国時代初期の大きな定住地跡が発見された。町ができる以前、集落はいくつかの裁判区に属していた。町の西部にあたるアルナ、オーバーバイマル、バイアースハウゼン、ケーナ、ネッセルブルン、ニーダーバルゲルン及び南東端のボルフスハウゼンといった地区が、ライツベルク裁判区に属した。 ライツベルク裁判所は、オーバーバイマル近郊の丘の上にあった。オーバーバイマルは、近隣の教会の中心でもあった。マールブルクも、12世紀に、固有の教区が設けられるまでは、オーバーバイマルのマルティン教会の教区に属していた。南東部のアルゲンシュタイン、ベンクバッハは貴族のシェンケンツーシュバインスバッハ家のシェンキシュアイデンサイバンクに属した。 南西端の主帝デバッハは、ドイツ騎士団の所領、北東端のニーダーバイマルは、砲白領であった。1971年1月1日にあるな、ニーダーバイマル、オーバーバイマルからバイマル町が成立した。1972年7月1日に長期にわたった、議論の末に、ロート、バイアースハウゼン、ベンクバッハが、バイマル町に合併した。 ヘッセン州議会が決議した地域再編に伴って1974年7月1日にアルゲンシュタイン、ケーナ、ネッセルブルン、ニーダーバルゲルン、シュテーデバッハ、ボルフスハウゼンが新たに加わってこの町は拡大した。この町の2008年1月1日現在の人口は7021人で、このうち男性が3429人。 女性が3592人である。外国人人口は166人である。失業率は162人である。年齢構成は、18歳までは1307人、18歳から60歳までが4146人、60歳以上が1568人である。バイマルの町議会は、31議席からなる。バイマルの町長は、 2010年から、ペーター・アイダムが務めている。前任者のフォルカー・ムートは2004年から2010年まで、この職にあった。2010年7月4日の町長選挙で無所属の、ペーター・アイダムは、CD、グルーン、バーガーリストアイマールの推薦を受け、当時現職のムートを相手に61%の票を獲得した。FDP は、候補者を立てず、 推薦も行わなかった。図柄この町の紋章は赤字と銀字に左右に分割。その中央に互いに逆側の地色に彩色されたバラの花。この紋章は1971年3月11日にヘッセンライム大臣の認可を得た。この紋章は赤、白の地色の町の旗にも描かれている。ベンクバッハの防衛協会アルゲンシュタインの水車。 この町の見応えのある建築物には、ベンクバッハ地区の防衛協会のほか、ニーダーバイマルの協会、ニーダーバルゲルーンの協会、アルナの協会、ロートの協会がある。また、アルゲンシュタインの水車、ロートのシナゴーグ、さらにはいくつかの地区に残る古い木組建築も見応えがある。この町の各地区には様々な音楽サークルがあり、 多彩な音楽を楽しむ機会を提供している。多くの歌謡サークルや合唱団から、ブラスアンサンブルやベンクバッハ市民文化協会の、オーケストラまで、あらゆる種類の音楽サークルがある。この街で最も大きなスポーツクラブは、SG ニーダーバルゲルン、ベンクバッハ、SC ロート、アルゲンシュタイン、TSV ニーダーバイマルである。サッカー分野では、SG ニーダーバルゲルン、 バンクバッハと SC ローとアルゲンシュタインとで合同チームを形成し FSG ジュートクライスとしてヘッセン・クライスリーガ B に参加している TSV ニーダーバイマルは2009年以降独自のチームを持たずマールブルクのハダムスハウゼン地区のクラブと共同で形成したチームでヘッセン・クライスリーガ A に参加しているサッカー以外のスポーツ種目のクラブもある テニスでは例えば SG にイーダーバルゲルン、ベンクバッハやボルフスハウゼンにある TB バイマルがある。卓球はベンクバッハの市民文化協会の卓球部門で楽しめる。この町最大の工業地域はベンクバッハ地区の南端にある。ここには YKK やポリーの工場がある。この地区にはこの他に小さな思工業者がある。 ニーダーバルゲルン駅長域を4車線の連邦道 B3 号線が通っている。この道路への入り口として、ギッセルベルク、ニーダーバイマル、ボルフスハウゼン、ロートランプがある。また、マールブルク発の連邦道 B255 号線が町内を通り、グラーデンバッハ及びヘルボルン方面への交通を担っている。ニーダーバルゲルンとニーダーバイマルには、 マインベーザー鉄道カッセルフランクフルト線の駅があり、レギオナルバーンやレギオナルエクスプレスの列車が停車する。様々なバス路線が、地区間及び近隣市町村間を結んでいる。多くの地区に遊戯広場など小規模なレクリエーション施設がある。地域の外にまで知られているのは、ニーダーバルゲルンのゼーパークである。バイマル町内では、 オーバーヘッシュシェープレスが刊行されている。マールブルガーノイエツイトングは刊行を停止した。週刊のフリーペーパーとしては、水曜日のマールブルクエクストラと土曜日の便を呼び、水曜日のミッテルヘッシュシェアンイコールザイトング、日曜日のゾンタークモルゲンマガツインがある。ビッティヒ出版社からは、毎週、街の広報誌が発刊される。また、 月に一度無料情報紙ラーンブリックが刊行される。ありがとうございます。